仕事を、ね、一つは輸入食材、それから添加物そのものをね、いろんな食品会社の方に、まあ、販売するわけですよ。例えばかまぼこ屋さんあり、うどん屋さんあり、で、まあ、300社ぐらいカバーしてたと思いますね。トップセールスマンだったか。結果的にそうなったんでしょうけども、非常に仕事が面白かったし、そしてちょうど時流としてですね、加工食品が非常に伸び出した頃だったんですね。まあ、添加物の発達というんですかね、やはり僕は非常に添加物を、まあ、売れてたわけなんですけど、やっぱりメーカーもそれによって非常に儲かったという面もありましたし、もちろんスーパーも儲かった。何よりも一番僕は喜んだのは主婦だと思いますね。とにかく安くて便利なものができればここまで売れるものかって言われて、でそういった商品というのはもう添加物なしには考えられなかったんですね。で確かにみんな正しい経済行動で、おそらく GDP だってそれで伸びるしね。でそういったことをずっとやって、非常に僕も得意満面になってた。だけどもそのある日、そういった自分が開発したね、食品が、まあ、肉団子っていうのが回ってきた時に、それやはり幼い自分の子供が食べた時に、これは違う、本当に違う観点でね、で全く理屈抜きで、ああこういった小さい子にはこういった白い得体の知らない子粉っていうか、そういった化学物質を与えたくないなっていうふうに思ったんですよね。添加物を駆使するとどうなると思いますか。白い粉をいっぱい入れたりするとどうなると思いますか。消費者にとっては安くなる、非常に便利になる、食事っていうものがね、で簡単である、つまり調理済みもあるし、あるいは、チンするだけで食べられるというのは簡単、それから何よりも非常に美しい、食卓が非常に華やかになる、それから最後に非常に作られた濃い味になる、この濃い味っていうのを皆さんが美味しいと思う、となれば裏側をすると、どんな食材であっても佃煮にしてもいい、昆布じゃなくてもいい、化学調味料でカバーできる、この5つのポイントが添加物の大きな働きですね。だからこれが消費者の購買意識と一緒なんですね、現在が。そういったことにまあ気がついたわけですね。僕は僕の本の巻末に自分の個人メールを載せました。これ非常に勇気がいることでしたけど、私はあれだけ自分の意見を述べたんで、もう多く皆さんの読者の方の意見を受けようと思いました。で今のところメーカーさんからのクレームというのはありませんが、お母さんたちからの本当に数多くのメールをいただいています。学校なんかでもよく呼ばれて、子どもたちの前で添加物のキット実験をやります。飲料ジュースを作ってみたり、無果汁飲料を作ってみたり、あるいはコーヒーフレッシュを作ってみたり、インスタントラーメンをいろいろ作ると、それはもう特に女子高校生でやった時はもうキャーキャーワーワーでも大変でした。でその後学校側の方から、アンケートをいただきました。で中には、添加物のジュースの材料を分けてくださいっていう可愛いおかしなアンケートもあったんですけども、実は60何通もらったうちの20数通がですね、実はお母さんありがとうごめんなさいだったんですね。でそれは一番最初に僕が読んだのは弁当の話でした。昨日も弁当から汁が出たんで、もう今日は持っていかないとお母さんと喧嘩したわけですね。ところが僕の話を聞いて、目の前でいろんなものが薬だけで出来上がるということをやった後、弁当から汁が出るのはお母さんが手作りをしてくれてるんだからということに気づいたわけですね。それでアンケートの最後に今日家に帰ってどうやって謝ったらいいでしょうかという可愛い字で書いてありました。それからもう一つ、弁当の話なんですけど、仲良し3人組でいつも弁当食べるそうですが、自分はおかずを弁当の蓋で半分隠しながら汚い色のおかずから食べてました。それは恥ずかしかったからです。でも僕の話を聞いて、ああ色が悪くて汚かったのはお母さんが一生懸命作ってくれてるからだ、で友達が綺麗なのは加工食品なんだということを気づくわけですね。
それで、お母さんありがとうと、私は明日から弁当を最初から蓋を開けて堂々と自慢して食べますと、そういった嬉しいアンケートもいただきました。だから僕がきっかけであったけれども、いつかこの子たちは気づくことなんですね。だけど僕は寂しいな、悲しいなと思うのは、そういうことを気づくきっかけのない子ども、きっかけじゃない、そういう気づかずに大人になっていく子どもは何か寂しいなというふうに思います。で、僕は現役時代に比べると今はですね、添加物の市場ってもうすっごく伸びてます。というのは、加工食品が普及したというより、加工食品というあれもあるより、調理済み食品のもうすごい伸びですね。それはどういうことかというと、持ち帰り弁当であったり、あるいはお惣菜であったり、つまりもう出来上がったものっていうのがこんなに市場で受け入れられると僕も思っていなかった。だからそれに伴って添加物の種類は増えないけども、使われる、シチュエーションというか品目がすごく伸びましたね。で、いうように添加物の効果っていうのが、今のいわゆる消費者の購買動機と全く重なり合ってるんですね。その結果、出来合いの食品、持ち帰り弁当、あるいは、調理済み食品というのがすごく伸びてきた。で、その背景としてコンビニの発達、あるいはスーパーでの、惣菜部門の発達というのになってきたんで、その時に本当に皆さんね、それだけのも簡単便利っていうものを享受してるけども、それを捧げる、その背景にはこれだけの添加物が入ってるってことを知って買ってるのかなっていうのを僕は思いますよね。で、どうもそれを聞いてみると本当にうかつっていうことになる。で、そういった添加物の障害が養豚場での話が出たりすると慌てる。だけど先ほど言った、買い物を買う時のその購買の動機の前にはそれが本当に消えてしまう。本当にそれでいいの？じゃあ僕が長年添加物に首を突っ込んできた男として、翻訳とも言わないけど、分かりやすく僕はオープンにしましょうと、公開しましょうと、そしてあなたに選択するね、いわゆる材料を与えましょうと。で、それをまず見ること、そしてその物質をいろいろ勉強しても追いつきません。だから、知ってる知らない、台所にあるかないかという基準、それが僕よく素朴な疑問って言うんですけど、それを持つことによって食品が見えてきます。そして自分がさっき言った安くて簡単で便利で綺麗で味が濃い、その陰に添加物がある、それは自分で確認ができる、そして選択していただきたいと、そういうことを僕思うんですね。